クロウの干し肉、ジャーキーですね、味付けとか特にしてないんですけども、フクロウですよ。行ってみましょう。あ、皮の部分はまた香ばしい。あ、やっぱ干して肉がやっぱり旨味が凝縮してる分、塩とかいろんな味付けしてないんですけど、調味料とかで全然旨味がありますね。臭みは一切ない。フクロウも食えるんですね。衝撃です。うまい。でも、まあ、確かに鶏の独特な風味が広がるんですけど、なんか不快な臭さじゃない。すごい出汁が出てますね。山鶏とフクロウのスープ、ガラスープ。あ、うまいわこれ。すごい出汁出てる。